どうも文楽です。今日紹介するのはこちらのペンです。はい、これ何かと言いますと、シャチハタのネームペンというやつですね。うん、これどうしたのかっていうとね、これ実は買ったんじゃなくって、これね、もらい物なんですよね。せっかくね、文房具もらったならね、これ動画に撮った方がいいだろうということで今日動画撮ってます。はい、嬉しいですね。もうやっぱりね、文房具のもらい物がね、一番嬉しい。本当に。うん。もらって一番嬉しいものは文房具ですよ。本当に。なんか、で、結構無難じゃないですか？まあ、これボールペンですけどね。なんか、贈り物としてね、一番無難な気がしますね、ボールペンって。うん。まあ、僕もね、誰かに何か贈り物をするんだったら、やっぱりボールペンかなって思いますね。ボールペンってやっぱもらうと嬉しいじゃないですか。で、僕のね、文房具好きのきっかけってね、もらったボールペンが最初のきっかけなんですよ。うん、パーカーのね、IM っていうボールペンを、以前勤めていた会社を辞めた時にね、まあ、すごくね、皆さんね、仲良かったんですけど、まあ、その時にね、まあ、同僚が、パーカーのボールペンを、プレゼントしてくれたんですよね。まあそれが僕の文房具好きになるきっかけになったんですよね。そっから僕の文房具沼が始まったわけですよ。まあそういうこともあってね、ギフトとしてのボールペンってね、すごいね、いいことだと思うんですよね。僕は一番嬉しいです、こうやってもらえるのは。うん、で、今回ね、これね、ネームペンってところがいいですよね。ネームペンっていうのは、ここにハンコがついてるっていうやつですよ。まだね、これハンコ入ってないんですけど、ここにハンコを入れることができる。そうするとね、これハンコとして使うことができるわけですよね。これですね。ここでシャチハタにオーダーするとハンコが送られてくるんで、そのハンコをここに入れれば、まあ、ハンコとしてね、使うことができるということで。じゃあまあ、どういった感じの書き味かね、ちょっと書き味チェックしていきたいと思います。これはね、こうツイスト式ですね。結構ね、固めのツイスト式ですね。うん、いいですね、この硬さ。グーって硬いっていうのがね。うん、高級ペンってもっとね、軽くフッて回ったりするんですけど、僕はね、これぐらいね、硬いやつもね、好きですね。うん、じゃあ、はい、ねっとり系の油性ボールペンですね。やっぱボールペンって無難に書けますよね。うん、はい、というわけで、まあ短かったですけど、今日はね、シャチハタのネームペンについての動画でした。